ボビー・モローはアメリカ合衆国の元陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピックでは短距離で三冠を達成した選手である。モローはテキサス州の出身で陸上選手になる前の高校時代はアメリカンフットボールの選手であった。大学に入り陸上の短距離にも取り組むようになり、 1955年には AAU 選手権の100ヤードで勝利を収めている。そして1956年はモローにとって最高のシーズンとなる。全米学生選手権、AAU 選手権を制し、同年行われたメルボルンオリンピックにはアメリカのスプリントチームの中心選手として出場。最初に100メートルで金メダルを獲得。ついで200メートルは オリンピック大記録を叩き出し2個目の金メダル。400メートルリレーではアンカーとして世界新記録でついに短距離3冠を達成した。オリンピックの後は、モローは国内では競技を続けていたが、1958年に競技を引退。1960年のオリンピックに向けて一時復帰するも、選考会で敗退し完全に引退した。 2020年5月30日、老衰の試死去。84歳没。ありがとうございます。